昨年は日本に台風が10個ほど襲来して全国的なニュースになったと思うんですけど、その主にニュースはどうしても都会の方ばっかりをしていると思いますので、昨年 その台風災害として主に四国の災害事例としてその紹介しようかなと思います。昨年、7月の末から8月の初めに四国を襲った台風10号だったと思うんですけれど、台風10号はそれまでの日本の1日の降水の記録1200ミリちょいあったんですけど、それを100ミリ以上超えました。すなわちここの、貝川っていうところ、中郡貝川のところで1日に1317ミリ、1317ミリというとこの瀬戸内海地方の1年間の雨量です。その1年間の雨量がたった1日でここに降りましたということは、想像にするに高くなくいろんな意味の災害が起こりました。ちなみにそのそれまでの日本記録は徳島県の悲壮っていう、ここは少し離れたところなんですけど、同じところで昭和51年の17号台風時に1200ミリちょい降りました。たった20数年で100ミリ以上の降雨が増えました。すなわち多分日本においてはどんどん、いわゆるピーク雨量というのが大きい、たくさん降る雨量、もしくは少なく降る雨量というのがどんどんその振幅が激しくなっています。昨年度で言えば、例えばその四国の徳島県なんかの水亀という高知県にある早明浦ダム、日本でも代表的なダムなんですけど、これ2億数千万トン貯めることができます。それが見事に干上がりました。しかし9月上旬の台風14号でたった1日で満杯になりました。渇水の時にたった1年1号のたった1つの台風で四国の水がめが満杯になります。ということは今まで考えられないように、地球の多分温暖化の現象だと思うんですけれど、渇水年と放水年がどんどんたくさんなる。なので渇水の後って四国ではこの中でも出てくると思いますけど、心ら辺のところに長安口ダムっていうのがあります。このダムから出てきた水が阿南なんかの工業地帯の水がめになっています。そこでは今年度は2ヶ月以上断水してました。それがたった1日で満杯になりました。ということはこれ今年はそうでもそうですし、昨年度も非常に6つも日本に台風が10個四国には6つも上陸しました。こんなことは史上初めてです。今言いましたところが、これ中郡木沢町ということで、中郡木沢村、上中町とか木沢村、あ、これは今中町に一緒になってますけれど、ここは徳島から車で約2時間半かかります。見事その10号の時にはほぼ陸の孤島になりました。ここでは白石地区とか大用地地区とか安家地区、ここのところに大きな土砂災害が起こりました。これは相生土木事務所が災害直後の空中写真に災害のところの判例を示したところなんですけど、これがここが貝川地区です。ここで1日に1317ミリ降りました。貝川のところでは土石流が1本と、これもう1個かけをしますけど、ここに2個発生しました。今言った白石地区っていうのはここです。白石地区では土石流が起こったのですけど、家が十数個壊れましたけれど、人的被害は一人もありませんでした。これはここに住んでる子供さん等の知らせによって、あとでも述べますけれど、避難したから人的被害がなかったんです。ましてこれ道路が全部赤印のところは通行不能になったところですから、いわゆる陸の孤島となってます。しかしここでは
過疎化が進んだというその地元 の, その隣組っていうのかな、そういうのがあったおかげで助かることができました。これがもう一個今言ったところ、これが大用地地区、これが加州地区、これが厚江地区、これが長洲の瀬、名護の瀬、ここが沢だりとか、そういうところで土石流が発生しました。これが厚江地区です。これ播州木頭川っていうんですけれど、ここからここまでが約1キロの長さです。これが約130メートル、まあ百数十メーターの幅で土石流がバーッと落ちてきました。これは起こったのは多分8月、1日の23時頃だと思うんですけど、8月3日に四国地検が飛ばしたヘリからの写真です。これが見方を変えたところですけど、これが落ちた厚江地区、ここが厚江地区の土砂が落ちて、これは播州木頭川っていうんですけど、ここの対岸に乗り上げて、ここをダムアップはしてません。その後毎分数千トン、2、3000トンだと思いますけど、水が流れていますので、落ちた泥を約100万リューベです、100万リューベを押し流してしまいました。これが厚江地区の大会の、これ不動のトンネル、不動のトンネルとか、ここから落ちたのが約飛行3、40メーター上がってます。で、見て通り、分かる通り、斜面の中腹から水がどんどん流れています。落ちてきた土砂が跳ね上がり落ちて、ここに不動のトンネルのところに約スパンが200メーターの橋がありました。橋が全部流されてしまいました。これで土砂はこの不動のトンネルを一部流れ込み、この播州木頭川で水が下流の方に押し流されました。見て分かる通り、ここの部落があります。ここのグラフの人が大きな流れる音を数回聞いてますので、多分この土石流は数回落ちたのが推察できますけれど、それ以上のことは分かりません。これが加州と大用地地区です。大用地地区は流れた土壌は、これも約100万リューベ以上、100万リューベルというか、オーダー的に言ったら、これはこれも約1キロぐらいのところなんですけど、このところでは不幸にも2人行方不明になったままです。これが加州地区っていうところで、今厚江地区はここですから、この対岸にこのグラフがあるんですけれど、加州地区の土石流はまず最初にここに林道があります。林道のところから落ちたそうです。で、1日か2日かけて上の方に行ってます。これもここの川から約 1. 数キロあります。このような土砂がバーッと落ちてしまってます。ここはだから、この加州地区の場合は、もともとの沢地形。沢地形のところに林道がこう切られてます。林道のところを水が、ここらに降った水を林道が川になって、ここに落とし、で、ここから落ちていったと僕なんかは推定しています。そのいわゆる地産関係の人なんかは、林道とかなんかが引き金になって土石流あるいは土砂災害を引き起こしたっていうことだと、その行政的にもいろんな問題があるのでちょっと嫌がりますけれど、どうもそうらしいです。これが沢谷地区って言って、今全体の大領地、加州、阿部、沢谷のここら辺がここですけど、ここも見てる通り、分かる通り、非常に狭い幅で上から土砂が流れ落ちています。ここも、ここに林道が、ここはどこから落ちたか分かっていませんけど、この林道がどういう役割をしたのかなっていうのは少し考えてみる必要があるかもしれません。これがその時の長安口ダム、これは徳島県の県営ダムです。この
茶色のものは流木です。流木がここにものすごい量たまりました。したがってこの徳島県はこの流木のをあげないといけませんから、ものすごいお金を使ってあげています。この流木はどこから来たのかな。これも非常に大きな問題だから、ある過疎の村で山間僻地で山林の手入れはなかなか思うように任せません。で、手入れをしても間伐しても現地にそのまま置いてます。これが間伐した代価、それとももともと山に植林した代価、その辺のところもほんまはうやむやにしたままで過ごしてる。すなわち山に人手が足らなくなって山の管理がダメになったためにこういう流木が起こるのか、もしくはそれではなくて、その間伐した材料を実際にはその出すのが大変ですから山に置いてます、そういう置き方が悪いのか、そこら辺非常に悩ましい問題を含んでいます。このダムが今年は貯水率ゼロになっています。それで2ヶ月以上この下流の農業用水、工業用水は 70%、80% カットです。ということは稲もなかなか作れなかったということです。これが白石地区っていうところです。ちょっと見えにくいかもわかりませんけど、土石流はこのように流れました。落ちた1日か2日、2日後ですから濁流がこのように流れてます。これが取った方向を変えたところです。土石流はこのように家の内を流れ突っ込んでいます。これが林道です。これもまた見方を変えたところですけれど、ここが源頭部のこれ林道の擁壁です。ここから流れ込んでこのようにちょっとこう茶色くて見えにくいんですけど、ここでも土砂流がここにこう出ます。それで最初ちょろっと言ったと思いますけど、ここの例えば図で示しますと、ここへ徳川さんっていうところの村の人がおって、そこの小学校 2,3 年生の子供が自分の家の前の道路やこの家のすぐそばに沢があるんですけれど、沢の流れる水や家の前の流れる水の土砂がガラガラ落とす、これ今までとちょっと違うと、お父さんお母さん、お父さんお母さん言わないよ、おとんおかんやと思うんですけれど、ちょっとちゃうわ、これやばいわ、どうしようって言って、親も出てきて、うん、ちょっとこれやばいな、ほんなら隣の病気で寝てるばあちゃん連れて逃げるかって言って、まずまだここへ橋があったんですけど、そのばあちゃんを車に積んで、多分ここら辺のところにある中久保町議のところの家にまず最初に逃げたそうです。そしたらここの部落の人が、おいどうも徳川さんとこが逃げたよと、これちょっと俺のとこもやばそうやからみんな逃げようやって言って、部落の人が最初はこれの長寿さんの家のところに数十人逃げてきました。でずっと空を見ると雨がどんどん降って、ほらこれいかんな、ちょっとこの隣のこの沢がやばそうよと、こんならこれはやばいなって言って、19時頃ちょっと見えにくいんですけれど、ここに消防署があります。ここに公民館があるんですけれど、二手に分かれ逃げたそうです。で8時ごろ土石流が起こったけれど、ここの家十数軒は全壊と半壊になりましたけど、住んだした人は全員無事です。でそれ以後、昨年これが起こったのが昨年の8月1日ですから、
昨年の4月まで9の部落全戸避難です。で、この対策をどうするかっていうのを委員会を立ち上げて、まあこんくらいやったらこの部落に帰っていいやろうっていう基準を作りました。じゃあ雨が何ミリぐらいとか、その連続降雨が何歩とか、ここにか定期を新種系なんかを貼ったんですけど、それが何ミリぐらいになったら帰ってもいいやろ、それももちろん委員会そのを作ってやったんですけど、委員が、全部で5人おりました。で、一応昨年の4月で条件付きで、今年の4月です。今年の4月に条件付きで家に帰ってもいいことになりました。まだ一部は家が、もちろんこれ昨年の8月から家が十数戸内で壊れてますから、いまだもって避難生活してる家族が十数戸はあります。そういう現場です。これが名護の瀬っていうところで、応用市、歌集、あぜ、あぜの対岸のちょっと上流です。このように、ここの沢も小さなところがこう出てきてます。1日に1000ミリぐらい降っても、このくらいの被害。京都では考えられません。ということは、それだけここでは雨には打たれ強い、打たれ強いながらでもこのような災害は起こっています。京都でもし一日一緒に見るんだったら、後から、ね、出ますけど、どこの沢も全部決壊します。これが白石地区の下から僕が撮った写真です。これはいつ頃行ったやつかな、8月中旬かもわかるんです。で、ここが起こったところ、次に写真にお見せするのは、多分ここら辺の家だろうと思いますけどね、土石流でないところなんですよ。そこで小さな沢です。見て分かる通り流木がこうあって、これモノラックの端末だろうと思うんですけど、ここは流木があるんですけど、 F 大学の先生が示しますと、ここに泥が、木に泥がついている。ということは、流れる時にあちこち上がって、ここまで飛び散るような土砂がある。すなわち、平地はほとんど水はありません。そんなとこでもこんなところまで土砂が来ます。で、ここに見て分かるとおり、これはヒノキです。ヒノキが流れて、川が飛んでます。これ、生木です。間伐材ではありません。ここから約数十メーター下の家には、これより、これ、たかだか10センチですけど、20センチ以上の、ヒノキが台所に突っ込んでました。食事をしてたというのは、まず命はありません。多分、その、徳川さんのとこが3時過ぎぐらいから逃げたから、ここら辺の人全部、その、長さんと家なんか行ってるから、家で食事をしてない。と思いますから、台所を使ってなかったから助かっています。これがそれです。今だから土石流が起こったのはこういうところです。でシミュレーションした結果、まあ上がもし上まで2万人ぐらい残ってましたので、落ち着いたらこのくらいがやばいんじゃないかなという、で一応シミュレーション通して避難解除のための時に考えました。で、今さっきお見せしたのは、ここの沢です。普通はここへ水が流れる。こんなとこ水ほんま普通は何にも流れません。小さな沢地域だ、そういうところでも、そういう災害が起こっています。ここは表面の土が押し流すために家が壊れていました。これが下から見たところです。この平地はこんな側溝、高々、1メーター50ぐらいの側溝しか考えてません。こういうところ、水が流れるところに土石流がバーッと来てます。ここに橋がかかってたんですけど、この橋が飛んだためにこっちの方の部落の人は車が使えません。全戸避難になりましたから、家にと荷物を取りに行くと
全部下から上まで歩いていきます。手で、人間の手で持って降りるんですから、ほんの量は持って降りれません。だから僕らも調査の時には持って降りる手助けなんかをしましたけど、全校避難してますので人が降りません。そのためにはこの下の方で消防団の人が朝から晩までずっと、いわゆる火事場泥棒が起こる可能性がありますので、そういうのを常に見てます。ものすごい労力とお金を使ってます。これが市街地区の一番、ちょっとこうパソコンではきれいに見えるんですが、これが林道です。ここら辺のところから崩壊が始まってます。もう一個は見方を変えたところです。これは8月7日に行った写真です。で、今最初の向こうから見て、こっちから見るとこんな感じで腹見出ししてます。これが9月に行った時には全部倒れています。この時は8月7日の時には全部通行止めだったんですけど、木沢村の役場の人とか愛用土木の人と一緒に行きましたので、車が入れるとこまでは全部フリーで僕らは入りました。そのためにも写真を撮ることができたんですけれど、ここ明らかに林道のとこが行って、林道から崩壊が始まったらしいなっていうことが示されています。先ほど言いました林道はこれです。で、落ちた後ここが約推定土量2万立米あります。2万立米が例えば100メーターかける100メーターで1万、その厚さが2メーターとしたら2万立米ですけど、これだけが20メーターですから、まあこっちの方が100メーター、こっちの方が40、50メーターとか、厚さは約10メーター弱だと。ここで浸出計を測る。いわゆるこの下にグラフがありますので、そのこの動きがどうなのか、ほんまに動いてないのか動いてないあるのかっていうのをしないと避難解除はできません。そのために観測をしてました。これが得られた観測事例です。これは9月10日前後から測って、災害が起こったのは8月1日です。1日の20時30分ごろだったかな。約1ヶ月後ぐらいから観測を始めたんですけれど、これが昨年の12月の末まで、約3ヶ月、4ヶ月ぐらいかな。で、S1 っていうところでは、動く変量はこれで4000ミリ、4000ミリということは4メーターです。普通結晶片岩の地滑り地で4メーターも動くと落ちてしまいます。 S1 というのは一番ここです。いわゆる残っている残土の一番端の方、これで4メーターも動いたんです。普通4メーター動いたら落ちて、全部落ちてくれたら避難解除しやすかったんですけど、落ちない。雨が降ると動く。雨が降ると動く。これやばい。これはまだ避難解除できない。という形でずっとやってました。実際にはこれは今年になって廃炉したんですけれど、そういう4メーターも動いて落ちないという地滑り、結晶片岩の中では非常に珍しいです。結晶片岩とかは数十年かまあまあ。まあ、4メートルの動きは大体落ちてしまいます。これは最初に見せましたアズエ地区、あの林の中にこんな大きな段差、これ地滑りの滑落街です。これ僕らが行った時ちょっと後の写真なんですけれど、これは8月の中旬の写真だと思いますけど、約2メーターの滑落街、もともとこことここは同じところに、それがズルズルズルと下がってしまいました。滑落街が下がって次にお見せするのが、滑落街から約30メーターぐらい離れたところで、こっちの方に滑落街、その間のところで約これ傘ですから5、60センチ下がる。
やる地滑りの東部で斜面が落ちて一番上のところが陥没するっていうのが教科書に書いてあります。その陥没する滑落も陥没するし、その下の方でも陥没するっていうのがあって、ここで大体深さが分かれるようになるんですけど、これが約30メーターですから、陥没帯を二等辺三角形で考えると、ここの地下の滑り面は約十数メーターあるということが分かります。ここの地点で約十数メーター下でズルズルズルっと下がっていることを示しています。これが安住地区の中腹。ここの家の人は子供さんが危ないというので徳島に避難してたんですけど、もう住むことができなくなっています。そこから写した写真なんですけど、これが右の側方です。これが約ヒノキ20メーター長いですから、その倍ぐらい3、40メーターのくびれになって、どん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 落ちています。これ見て分かる通り、木がどんどん斜面であるということは、8月の1日に据えた後もここからどん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 小さなブロックが落ちていることをしている。すなわちブロックが拡大していっています。ここの持ち主は2、3台かけて植林して、この中では一番よく定量を与えたある杉林、あ、ごめん、ヒノキ林なんですけれど、薪の波でこんなの落ちていくところ、どこにも訴えることができませんで、が現実です。でもう一つ、この安住地区は地形図を見ますと大きな地滑り地形をしています。ということは10万年とか20万年前にここで大きな地滑りがあったということが地形図から読み取れます。すなわちそこの中の、またその中の再活動したところです。だから宝土、いわゆる柔らかい土が数十メーターもあります。調査ボーリングをしても50メーター、60メーター、今一応ここで調査ボーリングをして、ここのちょっと上のところで滑り面は50メーター弱ぐらいであろうと推定しています。滑り面が50メーター弱のところで、まあ、こんな林のところですけれど、そういうところでは力対力、抑止こうで止めることはできません。今だから抑止こうで水抜きを主に対策こう考えてやっています。これは応用地地区というところで、ここへもともと橋がある。ここも100万粒米の土がバサーってなるから、この橋は回るな、こんな小さな橋なんて見事流されてしまっています。この下流の橋も流されてしまっています、ね、だからここの部落の人と役場の人は、その前の日の9時前後までは電話連絡できました。起こりま、土石流が起こりますと電柱も飛びます。電柱が飛ぶということは停電になる。携帯電話も中継局がやられます。ということで、電気、電話、全部陸の孤島になります。状況が全然わかりません。そういう時にどういう状況したらいいか、それ非常にこれからも、いわゆる自主防災組織を立ち上げた時に、そういう極限の状態になった時にどうしたらいいのかな、というので今一生懸命考えています。僕らは8月7日に、入りました。もちろんこの下の方の入り口の橋は2本も3本も飛んでます。どうやって入ったかというと、橋が飛んでもこの上の方にはブラックがあります。ブラックがあるいうことは家があります。家があるいうことは田舎ですから車があります。その車を例えば行けるとこまで、本当から行ける一番近いところに車を鍵つけたまま置いてます。でガソリンを背負って持って行って、で自分で買って知ったりよその車を乗ってここへ来ました。ここで初めて状況を見て写真撮ることができました。これ都会では考えられません。田舎がここでできるんであって、なおかつ村の人となんか一緒に行くから行きますから、そういう状況ですから部外者が全部入れません。
これが、お、ここ、ここら辺の橋があるんだ。飛んどころ、どっか取った大用地の前景らしき一部です。実際にここでは、二人の人が未だ持って行方不明です。村の役場の人と連絡取れたのは、夜中の8時半頃です。どうもやばそうやから、上に逃げるわな。ここへ白い石があります。これ石灰岩なんですけれど、ここの上までに二人逃げたそうです。しかし、9時以降に電話したら連絡つかなくなったそうです。ということはその間に土石流が来たんですけれど、100万流目の土砂が来て、バーッと流れる。だからここにグラスを不作しても、どこに人がおられるか全然わかりません。そういう状況です。未だもって行方不明。下の長安口の方に行ったのかどうか、干上がった時にも人骨は出てないので、どこに行ったかわかりません。ここの下に、土の下におるのか、あるいはもう太平洋まで出てしまったのか、わかりません。これは1317ミリの港があった貝川というところ、のすぐ下のところでは、こういう小さな沢が土石流出て、こう出てくる。それを三水がカットした。こういうところです。ここでは貝川では、こう土石流ともう一個の土石流がありました。これがその土石流ですけれど、ここの沢から大きな土石流が出ました。でここは、この上流で、木に、その、痕跡があるから、ここが天然ダムを形成したということは分かります。今までのところで天然ダムを形成したっていうのが確認できたのは、こことも一個、鎌ヶ谷というところだけです。これが今の土石流の対岸です。こんな巨石が落ちてきます。これ20メートルちょいですから、これ4、5メートルあります。こんなものが落ちてきたら車なんかひとたまりもありません。たまたまここ道路なんですけれど、何にも通ってなかったから幸いにも人的被害はなくて、ただ土石流があって、木の皮が飛んでますから少なくとも落ちてきたこんなとこまでは上がったということがわかります。これが鎌ヶ谷っていうところで、大用地、阿修、阿修へ、長尾の瀬、沢田に行った、その奥の国有林です。国有林で、ここで約30万流米の土砂が飛んでます。これは9月の、去年の9月の4日に時の写真です。ここではこの斜面の中腹で、1ヶ月余りあったとあっても、どんどん水が出てました。毎分2、30リッターです。このように、いわゆる宝石土とこれは結晶変化だと思うんですけど、その間から水がどんどん流れてます。この水は、このバックの尾根からの集水面積が考えると、この水がこのバックに降った雨としてはとても考えにくいです。ということは、ここの斜面以外のところに降った水がここの中に湧き出てきています。ここでは昔、地産ダムをここへやってました。こっちから土石流が来て、こんな地産ダムを見事この斜面の上、数十メーターまで掘り上げて、一気は鎌ヶ谷の本流になっています。たまたま地産ダムをやっとったけど、そんな数十万流目の土石流なんて、こんなものを吹っ飛ばしてしまいます。今はまた地産ダムをやってます。昨年の台風15号で8月16日から来て、実際には17日、8日だけですけど、こういうところに約600、このところは200ミリぐらいの雨が降りました。ここで見事災害を起こっています。多分これは皆さん記憶にあるかどうかは分かりませんけど、これ大野原町。大野原町っていうのは、ここが徳島、ここが高松、ここが池田ですけれど、ここら辺のところです。池田から車で小1時間。ここでは大雨洪水警報が出たので、これ、落合公民館なんですけど、ここにある家の人が、そろそろやばいなぁ思って、
早い晩ご飯5時ごろ とってここに逃げました。からここ落合ダイナーから土石流が来てこれ小さい前田川って言うんですけれど、その川をここ小さな橋がここを土石流を買って水がここ流れてきて、ここ二人の人が死なれました。これは多分そのニュース電話番でニュース何回かやってましたから、記憶にある人があるかもわかりません。これが見る角度違うところで言うと、これはこんな小さな沢が崩れ、ここに橋に土石と木を打って、これいわゆるダムアップ、ビーバーダムとなり、その前田川がこのたまたま避難したと、川沿いに避難してしまったので、そこでその二人の人が亡くなりました。これがもう少し経った後から裏の方から見たところです。この小さな川をここの土石流が来て、ここに植えてあった木がダムアップしてビーバーダム化し、水がこの家の上を通り、ここの家のも床上浸水しています。ここの家の人がここに逃げてきて死んでしまった。この奥の家の人ももうご飯食べたらここに逃げようかなって言ったそうですけど、たまたま逃げなくなって助かったんです。ここの上流にダムがありますので、その流木が今断定的に落合海岸の隣のダム沢から落ちてきたというのをしましたけど、そのここは8月17日だったかな、ここって僕らが入ったのは19日に入ったんだと思いますけれど、その時のその上の上流のところ、この上にダムがあります。でここのところに行くと橋がありますと木はかかってません。ということはダムに溜まった木を放流してダムアップしたのではないと。上流に何も痕跡がありませんからダムから来てないということは言います。なおかつここの人は子供さんからお母さんどうも洪水警報が出てるから逃げたらっていう電話があったそうです。で公民館に逃げたっていう言われたそうですけど、いやうちの方が大丈夫やからここにおるって言ったそうです。で助かってます。だから土砂がこういうところまで来てるのは土の道路から分かるので、その辺は上のダムが放流したためにここにあったのはないというのは確認しました。でもう一個、今落合谷川の上流約150メートルのところにもう一個崩壊してるところがあります。だから2カ所の経由で土石流が起こっています。でこれでダムアップして人が2人死んでいます。こういう洪水の時に警戒避難を川沿いにするっていうことは非常にやばいです。多分この前も砂防の進歩でも言ったんですけど、警戒避難の時に避難所をどこにするかもう少し考えなければいけない事例だと思います。これは愛媛県の、昨年は愛媛県もたくさん雨が降りましたので、ここ花崗岩、普通は瀬戸内海地方は雨が少なくて生活しやすくて災害がないところっていうことになってるんですけれど、雨が降るとこの沢も全部土石流。これもう一個の西の方ですけど、このようにもうどこもかしこもどこの沢もない。ここの愛媛県ではここの大東谷川っていうで2人死なれています。これは他のところのまた同じところでどこでも沢が出ている。これが大東川です。あ、ごめん、大東川。ここはこの渓流は危険地域として、ここに家が、あの建て看が建ってます。その前に家を建て、渓流の出口に家を建て、これ土砂新報が今ありますけど、これは平成11年6月29日に広島災害で32名やったか3名、4名やったかな、人が死ぬために、今度こういう渓流等のところの出口には家を建ったらいけないという進歩ですけど、それ以前にはそんな危険経理のところでも建築許可を出すと、うん、いいですよと出させました。でもこれで2人の人が死にました。
文系の方のと人が死なない。これは見方を変えると、こんな緩い高々十数度の沢です。十数度の沢がこの家を直撃して、心にね、二人死にました。確か縦勘はこれだと思いますよ。危険渓流ですよって立ってます。これは、僕らが8月20日前後にいますかね。そこの、ここが被災した家、その上流の 沢です。こんな小さな水の沢がしか出てこないと考えているところです。ここで土石流が出て、人が二人死んでいます。死なれた家でしょ、ここです。こんな土石流、まあ、木も土もいっぱい出てきています。途中では竹がこのように見事に割れてしまってますから、相当早い土石流が流れているというのが分かります。これが途中の水が出てる、これちょっと見えにくいと思いますけれど、雨です。リアル雨が降って吹き出しているところ、こういうところが水が吹き出し、土石流が起こってきています。こんなのがどこから来るかというのは非常に困っているところなんですけれど、これが今回起こったすぐ上流のところ、写真ちょっと見ると少し分かりにくいと思うんですけれど、こういうところが数十年前に崩壊しとるっていうのが現地に行くと分かりました。ということは、ここは危険渓流として認識されてるんですけど、これこんな木ですから、数十年前にここから一回土石流が起こっている。その出口にまた家を建てて二人死んで、自分の家がなくの後ろがどんな状況なのかっていうのを本当に知らずに建てる。京都でもそんなとこたくさんあります。北白川市はちょっといっぱい土石流とか起こって災害が起こってるんですけど、そこに家を建ててる人は自分の家の裏はどんな状況なのかっていうのを知らずにやってるんだと思います。昨年舞鶴なんかでも、舞鶴の庁舎から1キロも離れてないところで大きな災害が起こっても、家の前、道路が全部寸断されて、全然状況が分からず、歩いていくのも宿泊で、状況をつかむのに非常に努力したということがありますので、自分の家の周り、まあそこは新興住宅だったんですけれど、自分の家の周りがどんなのかっていうのを知っとかないと、以前はどんなとこだったのかっていうのを知っとかないと、手ひどい自然からの疾病返しを食います。これは同じ、これは、くす崎というところです。ここでも一人の方が死なれました。見てわかる通り、勾配は土砂が堆積する勾配、7度とか8度の勾配。たくさん抜きが来てます。土砂災害というよりは流木災害だと僕なんかは思ってますけれど、ここで一人の人が知られます。この源流がどうなのかなというんで、まさに必死な思いで上流に上がってきました。まあ、こんな渓岸を岩がいてコツコツ高々1、2メーターの土砂がわっと流されていってます。これが中腹に出た、これビーバーダム、カナダなんかでビーバーがこんなところに巣を作るからっていうんだろうと思うんです。こういう蒸気がかかった状態をビーバーダムっていうんですけれど、こういうのが至るところにありました。ある渓流の中腹にこの木があるとこんなもん溜まっていき、土が溜まり土砂がどんどん来ると、これがバーッと川下に流されます。見事に家を投げ倒します。これまた違う、この上流の違うところのビーバーダム、こんな形で渓岸に木があると流れてきた土砂と木は見事に溜まっていきます。これがある溜まってしまうと、この木が画面になると、これが下流に流れて災害を起こします。これが源頭部付近です。もうここまで上がるのに3時間近く、キロ数ものすごくないんですけど3時間近くかかります。こんなところをいつチェロチェロ上がっていくんです。これが
今回起こった土砂災害の源頭です。ここはもう尾根です。尾根のところから土砂が出てくる。ここに見られる小さなこう穴があります。これがこの付近に降った雨がここから吹き出して、どう考えてもちょっとここも向こうの尾根ですから、ここ降った水がどこから来たのかな、吹き出たための水がどこから来たのかなっていうのはほんまはよく分かってません。こんな源頭部が尾根から来て災害になるっていうのを予報しろ、予報しろっていうのはちょっとほんまは難しくてですけど、源頭部が尾根から来るっていうのはどうも今回たくさんありました。これもなぜ尾根のところ付近から崩壊が起こるのか、下が先に起こって尾根が来るのか、それとも尾根から来て下が落ちていくのかまだ分かってません。これが水が吹いた穴です。こんなとこが吹いた穴です。ということは土の斜面の中に降った穴は海岸みたいなところのように一定の高さになってパッと吹いてくるのではなく、こういう水道、いわゆる一つの水が流れる道があって、そこを通ってきて崩壊に至るということをし、いわゆる蛇抜けとか言ってますけど、それだと思ってます。これはまた違うとこなんですけど、これは池田町のすぐ裏で野呂内地区というところで昨年災害が起こりました。これは観測所から地震観測所から高々 2,3 キロしか離れてません。この時に観測所で観測した降量は170ミリ前後でした。次の日にどうも裏の野呂内地区がひどいのがあってるぞと言ってそういう情報が入ったので、すぐ入ってみますと見事やられてました。これが学校のそこなんですけど、こんな小さな沢からこんなたくさんのものが来てます。ここの学校休校になりましたけれど、こんな沢から飛んでる時でこの家も確か全壊と判断されたのかな。これがその川の上流の砂防ダムがありました。砂防ダムがあったおかげであのくらいの被害です。これ満車してます。この上この上流で長さは約百数十メーター、幅が四五十メーターのところが崩壊しています。これでこのダムにこれだけあったから今ぐらいの災害になったんですけれど、それがなかったら先ほどのここの家なんか完全に飛んでます。ダムはこの付近にあります。これはその下流の野呂うち小学校のところの、ここに小学校があるんですけど、そこにかかる橋、これに流木がかかって、学校に置いてあった貴重な卒業生なんかの資料とか全部流されました。いわゆるこの流木がどっから来たかっていうのはまだはっきり分かってませんけど、平成はものすごく静かな川なんですけど、多分池田で170ミリぐらい降ったんですけど、ここではそれの数倍降ったと思っています。それが降るとこれだけこの川が木にかかって、ここがダムアップして水がここの海を流れます。非常に困ります。これからどうしたらいいのかなっていうのが悩んでるところです。これはそこの上流のこれ神社です。普通神社っていうのは安全なところの代名詞だと思ってますけど、こう見ての通り茶色い土が来てます。ということはここにも土石流の末端部分がここ来てる。そこの部落で一番安全なところに神社仏閣あるいは塩屋さんの家があります。そういうところでも記録破りの雨が降るともうどうしようもないんです。ここの部落でも子供からどうもヤバそうやから逃げろっていうのに電話がかかってました。しかし逃げるには川は道路が川になり、どこに逃げたらいいか、車動かすにも石がゴロゴロからどうしようもできません。こういう時に自主防災組織、いわゆる自助努力をどうしたらいいのか、これも非常に
困ったなという問題だと思っています。これは岡山県の玉野市のところです。玉野市でも人が5名死にました。9月下旬の台風だったと思うんですけれど、そこの時のこんな小さな沢が土石流が流れています。ここは危険警備か、まあ、ちょっと調査ができてませんけど、上から見るとここの家の人が5名亡くなりました。ここもどっちかというと新興住宅に近いんですけど、これが流れてきた土砂です。自分の裏の沢が安全なのかどうかっていうのを確認せずに、やはり自分の家はポシャリ、人命も5名死んでます。自分が家を建てるから何千万のお金を出すんですから、このサーバーがどんな自分が住もうとしているところはどこだかっていうのをやっぱりちょっと調べてほしいなと思います。これもここすぐここ尾根です。これ崩壊の源頭部です。こんなとこから土砂が来ています。昨年はその先ほどもちょっとお見せしたこれ新居浜のちょっと東の方なんですけれど、写真で見られる通りもういっぱい崩壊が起こっています。雨が数百ミリ降るともうどこが危ないというか、こんなもう分かりません。沢という沢がもう崩れると覚悟しないとどうしようもできません。こんなところも今もちろんこれ淡路なんかも一緒ですけど、べらぼうにやられています。事例です。これもこれです。これこう大きな土石流、ここの中で非常に相対的にこれ大きな土石流が来たんですけど、ここには次にお見せしますけどお寺があります。お寺っていうのは基本的に そこの部落でも相対的な安全なところに建てます。それが見事にやられています。こっちは違う隣の崩壊が、本体はこの家の方から約1キロほど流れて、安全だと思われている、例えば避難所に指定しようとしている可能性があるお寺ですら、どんなところを避難所にしたらいいのか非常に困ります。これが大松院というところで、これ松山道の高速道路です。最初一人の人が埋まりましたので、隣の3人の人が助けようとして行って、4人亡くなりました。見ての通り高々1万リュームをあるかないかぐらいの土砂でやってます。人が死ぬとニュース性があるので全国的なニュースになりますけれど、こんな小さなんですけど、いわゆる災害の目で見ると今の大書院はここです。その裏ではこんな大きな土石流が起こっています。今のところではるかに大きな土石流、こんな小さなところで人が死んだけど、こっちの方はマスコミは見向きもしません。これは方向会で、これここで4人の人が亡くなりました。崩壊はここら辺です。これ見る見方を変えて、ちょっと僕のパソコンでも見るんですが、ここに大きな崩壊は、これが大処理の崩壊です。また10月下旬の西条でも、もう至る所で雨が来て、これはあの多分杉かなヒノキかなんで職人とかとめちゃめちゃやられてます。これもその事例で、いわゆる杉林がやばいのか天然林がいいか いつもよく問題になるんですけれど、まだどっちが広葉樹がいいとか天然林がいい、あの職人が悪いっていうのはなかなか分かりません。これは西条のこれ大八木湖の公民館のところで土石流が来た。普通の時にはここへ水が伏流して流れないところです。
そこへ一時ここの丹館長がここの部落の避難所にしようかなと思って、どうもどうもあれの川もちょっぴりやばい。んでここ避難所にしませんでした。避難所にしてたら、これは明らかに人的被害になってますけど、丹館長が、公民館に避難さそう、これはちょっとやばそうやから、他のところに避難させたおかげで、人的被害はありませんでした。これは、それを、見方がどこで、こんな家にだから、これだけの土砂が入ってますから、ここを避難所にしてたら、避難してた人、数十人は、死者、重傷者何人となっています。明らかに土砂が来ています。次は、これは新居浜にある、これは老人福祉施設です。これ、小さな沢なんですけど、そこにも土石流が来て、これ1階に入りました。たまたま、このこっちの方で食事してたので、人的被害はありませんでした。こういう弱者施設を、いわゆる経営の出口なんかに作ってはいけないよっていうのは、古くは地月山の時、あの時に老人施設で二十数名の方が多分亡くなったと思います。福島災害で太陽の国で、これも十数名の老人の人が亡くなりました。いわゆる弱者の人をこういうところに作っていけないっていうのを、確か地月山は1987年です。この建物は今から5、6年前にできています。非常に行政の方、この前、佐保学会神保住民で佐保課長も来て、この1年僕ら行ってたんですけど、行政の方はそのなかなか縦割り行政で生かしきれてません。ここの京都でもほんまに安全なところにそういう弱者の方がおられる施設になっていると、もっぺんチェックする必要があると思います。これは昨年、隣の池田町の隣の井川町という村、ここも昨年2回土石流に覆われた。その時の、その、土のうを積んで、ここ土石流がこう来てます。ここでも床上浸水、床下浸水、たくさんあります。これ昔のブラックのとこですから、道が非常に狭いです。側溝も高い。ここに行くブラックの、この林道のここから土石流が起こった。ということは、正直に言いますと、ここの林道の側溝は全然側溝の手をなしてません。いわゆる水が、普通はこう林道の場合したら山側のところに行って、山側のところを水が流れるようにするんですけど、それが詰まってました。ということは、井川町のところでも日に200ミリ300ミリ、こんなところ雨が降りました。それが林道のところの上を、道路を、林道、ここから降ったのが林道を取って、ここへ来て、ここのところで決壊しています。で、決壊して、ここら辺のところにお寺があるんですけど、そのお寺のすぐ上の、ブラックのお寺のところに入る、沢のところは、これは台風が過ぎたんです。だいぶ経ってあった沢なんですけど、木から分かる通り、沢の大きさは1メーター前後あります。その下に、地方面の側溝、50線、60線の側溝があり、その側溝にこれが入るような構造になっています。いわゆる昔からある町ですから、道が狭いですから、側溝も高さが50センチ、60センチしか取れません。そこに1円から1円50のところ流れてきた土砂がバーッと、まあ、オーバーフローして家の中に土砂が入るのは事実です。この京都なんかでもそういうところが今後は多々あるけれども、たまたま雨が降ってないから問題になってないだけだと思って、まとめとしてまして、2004年度は記録的な台風が日本に来た。徳島県でも、いわゆる日雨量最大値、1317ミリ。ということは、その
1年間で瀬戸内に降る雨が1日に降りましたので災害が起こりました。しかしだいぶ雨に打たれ強いところだったので、その愛媛県とか香川県もめちゃめちゃやられてましたんですけど、そこまでに起こるような災害にはならなかったけど、大きな100万ルーベを超す土砂災害が起こってます。で、未だもって100万ルーベを超す土砂が斜面の上にあって、この台風14号でも動いています。その下に国道が走ってるんですけど、たまたまもうそれはどうしようもないから国道は止めるで抜けるから動きのままにしてるっていうのが現実なんですけれど、そういうのがありました。また結晶片岩地滑りしても4メーターを越しても落ちてこないという地滑りがあって非常に困る。今までそんな事例は少なくてほとんどなかったんですけど、こういうのもあるっていうのがあるので、これからどうすべっていうのが今問題になっています。また徳島県の室内なんかのところの事例を示したと思うんです。いわゆるアメダスの雨量計の密度以上、たかだか 2,3 キロ離れたわけで数倍違う雨量があります。そういうところを今のアメダスの雨量計を使って土壌雨量指数なんかで災害になりますから危ないですよっていうのを気象庁は出しています。しかしほんまにそれだけでいいんだろうか、山の中の雨は非常にローカルです。都市とか平野での雨だとはそれではいいんですけれど、山の中はどうするか、これもお金と問題が非常に絡んでますが、分かりません。そういう問題があるので、そのもし雨が降った場合にどうするか、また災害が起こった時にいわゆる自助共助公助っていうのがよくその今言われてます。まず自分で自分の命は助けようっていうのですけど、自助、隣組組織が都会では解体してます。都会に大雨が降った時にどうしたらいいか、山の方ではまだほんの少しだけ隣組組組織がありますけれど、そういう自主防災組織のこれも非常に困ってます。共助、一つ災害が起こった時に一つの部落でどうするか、もしくはちょろでどうするか、その後に公助って言われてますけれど、自助、共助、公助、これ問題非常に困難、これから考えていくのには大変だなという問題があると思っています。以上、一応時間来たので今回はこれだと思うんですけど、何かこんなことがあれば